カバーどれぐらい前に壊れちゃったってごめんなさい。あ、じゃあ結構前ね。ここ地区で言うと30年。あ、そうですよね。はい。そっか。で、今回 LED の直管を買ってきたけど、点灯しなかったっていうことで、これが、そうなんだね。で、点灯方式が多分グローじゃないんだよな。そうだ。グローがないし、これ、これカバー取ってもらったんですよね。電話で言って。そうっすか。そうですね、ちょっとこのサイズのやつはここが開口が R にもなってるしないので、ちょっと今回露出器具をつける特殊なケースではありますよね、はい、多いのはやっぱり露出タイプが多いんです。でこうやって埋め込みになると、うん、器具交換のところにサイズが合わないとちょっと大変なことになってしまって、逆にパナソニックに聞いてもこのサイズのものはなくて、特注ではないです、昔の標準品ですけど、うん、今だとこの縦方向はこんなぐらいの長さで、この倍の200ぐらい開口があるやつは見つかったんですけど、これはしかもまあ半埋め込みみたいな形でちょっと出っ張ってましたよね、3、40mm、うん、今回はまあこれの穴を隠すように露出器具をつけるっていうことになりました。うわ、クロスがかぶせてあるな、これ上手に取らんと。クロスが被ってるんですね。よいしょ、おい、取れてきた。取れましたよ。わ、すごいな、こりゃ。おお、やってるね。はいはいはい。おほほ、すごい開口だ。R の開口。よし。これをかぶせるように露出器具をつけます。ほいほいほい、1260100だね。え、なんかどうで言ったの、結構つけます。150あかぶるね。これね、あとは下地だか。宮殿側、宮殿側これか。こっちが宮殿側か。違えないようにしてもらって、まあ前のあのホームセンターで売ってるような直管 LED も改造して。トランスを改造して、あの、このソケットに電源直接来るようにできるんですけど、間違えて、普通の蛍光灯をその後入れちゃったら、事故が起こるとかそういうのもあるので、あんまり、うん、照明の改造はしない方がいいんですよね。うん。まあ、10年後ぐらいで、はい。またこれ、うん、あの、一応4万時間ですからね。こういう器具の外し方って難しくて、ね、古いのだと割っちゃう時もあるし、無理してやると。うん、綺麗にできた。穴も隠れましたし。はい、穴もね、はい、問題の、はい。